丸亀ブルーナイター G1 第67回四国地区選戦競争、今年も各地で行われた地区戦シリーズ、そのトリを飾る大一番です。水面上第12レース優勝戦、1号艇近江翔吾、2号艇林義則、3号艇山田優也、4号艇田村拓信、5号艇松尾かなみ、6号艇中村明友、以上6名の対戦です。本番進入どうなるか、まずインコースから1号艇近江翔吾です。2年前のヤングダービー以来の G1V、 そして初の四国王者に向け集中力高めます。そして2コース2号艇林義則、ここ丸亀、そして地区戦ともに好相性の2号艇林、本番2コース3コースに4号艇田村拓信、整備を重ねた戦い今節続きました。本番3コースから、そしてスローの4コースに6号艇中村人も、これが G1 初優出、熱い気持ちでここはぶつかっていきます。スローの5コースに5号艇松尾かなみ、女子メンバーで唯一のファイナリスト、そして最アウト6コース短期がましとなったのは3号艇山田優也となっています。本番レーススロー5艇ダッシュ1艇となりました。スタートまで10秒です。第12レース優勝戦、インコースから1番2番4番6番5番ダッシュ3番です。スタートしました。最アウト6コース3号艇山田が好スタート、スタートもぐっと出ていく3号艇山田、しかし1号艇近江が応戦、内側ついた2号艇4号艇確定、向こう正面へと入っています。なお12レーススタート正常となっています。12レーススタートは正常となっています。先頭争いですが1号艇4号艇5号艇3艇横並びとなっています。レースは1周にマーク、なおスタートは正常です。内側から5号艇松尾が旋回、切り込んだ4号艇田村、そして1号艇近江ホームに帰っています。先頭争い大激戦、3艇ほぼ横並びも、わずかに内優勢は4号艇田村となっています。外から1号艇5号艇が猛追となっています。レースは2周目1マークの攻防です。先頭は4号艇田村、2番手からしかし追いすがる、攻めていくか1号艇近江、向こう正面に張ります。先頭争い4号艇田村がここは一定審判リードも、2番手から迫ろうとするのは1号艇近江、3番手に5号艇松尾となっています。目下のところ4番1番5番の体勢でレースは2周にマークです。先頭4号艇田村に対して内側、ここも鋭く狙ってくる1号艇近江ですが、先頭若干リードを取ったか4号艇田村、2番手に1号艇近江、そして3番手に5号艇松尾となっています。上位体系は4番1番5番の体制、レースは最終周回へと移ります。激戦の先頭争い、現在は4号艇田村が3艇進リード、2番手からここも迫ろうとする1号艇近江ですが、2番手3番手に5号艇松尾となっています。上位体系は4番1番5番の体勢、後方2号艇3号艇6号艇でラストコーナーへと移ります。丸亀は9回目、 G1 は16回目、通算65回目の優勝は目前。先頭は4号艇田村、2番手1号艇近江、3番手は5号艇松尾、上位体系は4番1番5番の体勢、先頭4番田村優勝の5輪、2着1番近江5輪、3着5番松尾5輪、2番林5輪、3番山田5輪、ラストで6番中村五輪です。第12レース優勝戦の着順確定をお知らせいたします。1着4番2着1番3着5番以上でございます。ファンの皆様にお知らせいたします。丸亀ブルーナイター G1 第67回四国地区選手権競争、優勝を飾りました田村貴信選手、現在ウィニングランを行っております。どうぞ温かい祝福よろしくお願いいたします。久しぶりの丸亀参戦となりました今シリーズ、節間中予選では連日のように整備を重ねる、そういった戦いが続きました。その中でさすがのテクニックで見事予選突破、さらにはこのファイナル進出と昨日の準優勝戦勝ち上がってきました。そして本番レースではスタート展示と違ったコース1進入となりましたけれども、見事優勝を飾りました田村選手優勝。丸亀では9回目、 G1 は通算16回目、そしてデビューからは65回目の優勝ということになりました。地区戦は
これで3回目の V ということになりました。久しぶりの丸亀、徳島のエースが7年ぶり3回目の地区戦 V をつかみました。現在優勝しました田村隆信選手のウィニングランを行っております。どうぞ温かい祝福よろしくお願いいたします。次走は田村選手は3月1日から若松のシリーズ、そしてその後には SG ボートレースクラシック、その出場権も得てということになっています。優勝しました田村選手、本当におめでとうございました。